それをぐだ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 言い続けてるのはなんかねあれなんか変鈴木宗男さんからすごい極中仲間ってことですっごい本が送られてきてはい,はい北方領土問題めちゃくちゃ詳しくなっちゃったんですよ僕 <laughs> どういう経緯で今こういう風うになっているのかみたいな,なるほどあの落とし所はどこですか森喜朗さんがいかにロシアと仲がいいのかとかね、うんうん、でもうう落とし所はどこなの北方領土は北方領土ですかまあ、うん、どうなんですかねまあ 半々にできりゃいいやぐらいな感じですかね、私はね一度ね、はいはい、僕、幹事長のときにね、ゴルバチョフでね、トップで、それでゴルバチョフの側近から、あの北方領土を返すって話があったんですよ、それで、その時は金くれっちゅう話、金くれっていうか、金もで買うみたいな話だったんですが、まあ、あの時何兆円だったかな。 一坪あたり考えればまあって安いもんだということでその時は僕が言ったら大蔵省も,もう分かりましたつっ帰ってくるならいいでしょうなんて話になったんですよそれでモスクワへ僕行ったんですよ、はい、ゴルバチョフ隊にかみんなゴルバチョフが出てきてね、えー、実はあなたの側近からあなたの言葉として話として意思として北方領土を返してくれるということだったので今日来たと。 そう言ったんですよ。したら、いや、なかなかできなくてぐにゃ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 言って全然それと違ってたんですよ、ほんで僕、怒ってね、ふざけんなとわざわざね、飛行機代かけてね、モスクワ組んだりまで来て話違いますなんて言われてたまるかって言ってその会議のあとにもう一度ゴルバチョフ来いって言ってやったんですよ。 そしたらあの部下の者がやったかもしれないけど今、俺がそれを OK というわけにいかないと謝るもんだから <laughs> まあまあしょうがなくてその時は、うん、帰ったんです、ね、これは新事実の暴露かな、これはねちょっと今びっくりしましたけどいということがあったそうですマスコミの方がもしお聞きになるんだったらあのこれね、あのまあ、じゃあ日ロ、日中、日韓はまあそれが違うんですね。 北朝鮮北朝、そこに行こうとしたんですけど、<laughs> 北朝鮮どうしますか僕はだから何回も言ってますけど、あのミサイル防衛費とか全部援助してあげればいいんじゃないのと思いましたけどね、<ん><え>援助しててあげるっとこに、はい、要は北朝鮮から鮮、ね、まあ今、ミサイルを打ち込んできそうな国なわけじゃないですか、うん、というふうに言われてるわけじゃないですか、はいで、そこに対してミサイル防衛費かけるぐらいだったら、全部援助してあげればいいんじゃないのあミサイル防衛費かける分を北朝鮮にあげちゃう 大胆だなだってお金を継続的に上げてたら依存してきますよ、多分あ、そっちが狙いってことですねです今でも中国はそれやってるからいや,やってるけど中国以上に送ってあげればいじゃないですか中国以上にやってじゃあ日本に依存させるようにそう,そ,うそうです,そうです<ー>依存させてどんどん、ね、あの日本のおかげで北朝鮮豊かになりましたつったらみんな日本人にさすがになって金だけもらって <laughs> あいつらにこう。 日本ダメだめだみたいなふうにはなかなか感情的には言いづらくないですか確かに、ね、はい。それね<お>僕、結構意外と大事だと思いますよ。<お><あ>沢さんこれいかかがですかあの僕はあ,のああいう政権はあのいずれ自然崩壊すると思いますただあの、背景は中国です、やっぱり中国はあれ韓あの朝鮮半島統一されるのは嫌なんですね。 やっぱり満州と即自由権があの国境を接するというのは非常に中国の共産党支配そのものに大きな影響を及ぼすものですからああいう政権であろうがなんだろうが、まあ、とにかくしょうがないなと思いながらも中国はあの自由権で韓国、朝鮮半島が統一されるよりはあれの方がいいと。 いうことでやってますからす、ね、すごい嫌がってんですよね。僕毛沢東のなんか電気みたいなのを読ませていただいて、ささん散々嫌がらせされてますよね。逆に。うん、だから僕はその意味では中国をまずあのこれ難しいですけど蹴りつけないといけないと思っています。これ面白いです。あの北朝鮮問題の解決のためには中国,中国のことを中国で 今、だんだんこう手に負えなくなってきてはいるんですけどそれでもやっぱり中国と完全に手を切ってというわけには北朝鮮は絶対行きませんから中国なんですよ要は中国の国内支配もだんだんいろいろ緩んできているような傾向がありますしそれだけにやっぱり北朝鮮にそう強くばちっと言えないのかもしれませんがいずれ北朝鮮と話す中いうのも北京とやっぱりしっかりと話す。 とという方が早道だ次は僕が言ったら大蔵省もう分かりましたつっ帰ってくんならいいでしょうなんて話になったんですよそれでモスクワへ僕行ったんですよ、はい、ゴルバチョフ隊にみんなゴルバチョフが出てきてね、えー、実はあんたの側近からあんたの言葉として話として意思として北方領土を返してくれるということだったんで今日来たと。 そう言ったんですよ。したら、いや、なかなかできなくてぐにゃ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 言って全然、それと違ってたんですよ、ほんで僕、怒ってね、もうふざけんなとわざわざね、飛行機代かけてね、モスクワ組んだりまで来て話違いますなんて言われてたまるかって言ってその会議のあとにもう一度ゴルバチョフ来いって言ってやったんですよ。 そしたらあの、部下の者がやったかもしれないけど今、俺がそれを OK というわけにいかないってって謝るもんだから <laughs> まあまあしょうがなくてその時は、うん、帰ったんです、ね、これは新事実の暴露かな、これはねちょっと今<や>びっくりしましたけど。ということがあったそうです、マスコミの方がもしお聞きになるんだったらあのこれね、あのまあ、じゃあ日露日中、日韓はまあそれがこう,うでんです、ね、ど <laughs> 北朝鮮どうしますか僕はだから何回も言ってますけどあのミサイル防衛費とか全部援助してあげればいいんじゃないのと思いましたけどね援助してあげるってとこに要は北朝鮮からまあ今ミサイルを打ち込んできそうな国なわけじゃないですかというふうに言われてるわけじゃないですかそこに対してミサイル防衛費かけるぐらいだったら全部援助してあげればいいんじゃないのミサイル防衛費かける分を北朝鮮にあげちゃう大胆だなだってお金を継続的にあげてたら 依存してきますよ多分。あそっちが狙いってことですねです今でも中国がそれやってるからいや,やってるけど中国以上に送ってあげればいい中国以上にやってるじゃあ日本に依存させるようにそう,そ,うそうです,そうです<ー>依存させてどんどん、ね、あの日本のおかげで北朝鮮豊かになりましたっつったらみんな日本人にさすがになって金だけもらって <laughs> あいつらにこう日本だめだみたいな ふうにはなかなか感情的には言いづらくないですか、ね。確かにね。はい。それね<お>僕結構意外と大事だと思いますよ。小<お><の>沢さんこれいかがですか。あの僕はあのああいう政権はあのいずれ自然崩壊すると思います。ただあの背景は中国ですやっぱり中国はあれ韓あの朝鮮半島統一されるのは嫌なんですね。 やっぱり満州と即自由権があの国境を接するというのは非常に中国の共産党支配そのものに大きな影響を及ぼすものですからああいう政権であろうが何だろうが半々にできりゃいいやぐらいな感じですかね、私はね。一度ね、はいはい、僕幹事長の時にねゴルバチョフで、ね、トップで、それでゴルバチョフの側近から。 あの北方領土を返すとて話があったんですよ、それでその時は金くれっちゅう話、金くれとゅうか、金もで買うみたいな話だったんですが、まあ、あの時何兆円だったかな、うん、つ一坪あたり考えれば、安いもんだしということで、とこでその時は僕が言ったら、大蔵省も,もう分かりました、帰ってくんならいいでしょうなんて話になったんですよ、それでモスクワへ僕行ったんですよ、はい、ゴルバチョフ隊に。 みんな、ゴルバチョフが出てきてね、実はあんたの側近から、あんたの言葉として、話として、意思として、北方領土を返してくれるということだったんで、今日来たと、そう言ったんですよ、そしたら、いや、なかなかできなくて、ぐにゃ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 言って、全然、それと違ってたんですよ。僕怒ってね もうふざけんなとわざわざ、ね、飛行機代かけて、ね、モスクワ組んだりまで来てこのち話違いますなんて言われてたまるかっ,つって言ってその会議のあとにもう一度ゴルバチョフ来いって言ってやったんですよ、はい、そしたらあの部下の者がやったかもしれないけど今、俺がそれを OK というわけにいかないってって謝るもんだから <laughs> まあまあしょうがなくて、その時は。 ね、これは新事実の暴露かな、これはね、ちょっとい<や>びっくりしましたけど、ということがあったそうです、マスコミの方が、もしお聞きなるんだったら、あのこれね、あのまあ、じゃあ日ロー、日中、日韓はまあそういう形で、ね、うん、北朝鮮、ね北朝そ、そこに行こうとしたんですけど、<laughs> 北朝鮮、どうしますか僕はだから何回も言ってますけど、あのミサイル防衛費とか全部援助してあげればいいんじゃないのと思いましたけどね。<え>え 援助しててあげるってところに、はい、要は北朝鮮から鮮まあ今、ミサイルをち込んできそうな国なわけじゃないですか、うんはい、というふうに言われてるわけじゃないですか、はい、でそこに対してミサイル防衛費かけるぐらいだったら全部援助してあげればいいんじゃないか<あ>ミサイル防衛費かける分を北朝鮮にあげちゃう,う大胆だなだってお金を継続的に上げてたら依存してきますよ、多分、うん、あそっちが狙いってことですね、です今でも中国がそれやってるから。 いや,やってるけど中国以上に送ってあげればいないです中国以上にやってじゃあ日本に依存させるようにそそうそう,そうですそうですす<ー>依存させてどんどん、ね、あの日本のおかげで北朝鮮豊かになりましたって言ったらみんな日本人にさすがになって金だけもらって <laughs> あいつらにこう日本だめだみたいなふうにはなかなか感情的には言いづらくないですか確かに、ね、はいそれね <laughs> 僕結構意外と大事だと思いますよ 小澤さんこれいかがですか。あ,あの僕はあのああいう政権。